はい、えー、まあアドレスですね、まあ、簡単な絵描きましたけども、こうやってアドレスして打つときに、はい、こういう棒を立てて練習している人がいますで、この棒に当たらないようになーんと打ってるんですけれども、これはあの当たるのが正しいスイングで、このアドレスから手がここの前に浮いてくる、えー、のが一流プレイヤーです。あの 浮いてこない選手はいません。このまんまの格好で打っているインストラクターが、えー、そういうことを教えていました。確かにその人のスイング見るとこの通りに振ってるんですよ。はい、ひどいスイングですね。この通りに振ったら、うん、アプローチでもこの通り振ったらね、大変なことになっちゃいますけど。えー つまり体の動きも何もでたらめだからこの通りに触れるんでしょうねでそれをね人に教えてね女子プロ全部壊しちゃってる <laughs> だから全員壊れて負けています、えー、ああいうの見てると本当驚いちゃいますねですからあのこういうで物を立てて練習するっていうのは悪いことじゃないんですけどこれにまあどのぐらい外に出てもいいよっていうのはね 握り拳1個ぐらいならいいよとかね、うん、そういう練習なら分かるんですけれどもこう逆に反対側のね、えー、こっち側にね、あのー、立ててここにこう例えば棒を立ててここには戻ってこないようにって練習するんなら分かりますね。まあ,あのそういういいひどいコーチが 選手全員を壊すという暴挙があったりスタッで驚きましたで次にグリップですねでグリップねあのシャフトに対してあの親指と人差し指のこの前のとこがまあ地面と垂直にこうなって最低ここが最低ラインですでこれよりももっとシャフトと平行に持てれば最高なんですけどなかなか持てません で要するにこのぐらいが一番適正な位置で,でこれよりねこういう風にねピンクで描きましたけど縦に持っちゃってるのクソ握りって私は表現してるんですけれども、まあ、野球のバット持ったりそういう時にこうやって握りますねでこれではあのいいショットができるわけがないんですがまああのプロなんかのレッスン見てて自分がこれできてないから上から押さえちゃダメよって誰かに言われたんでしょうね でそれをあの、まあ、あの受け売りで、えー、上から押さえないようになんて言ってレッスンしてるんですよ。で上から押さえちゃってるでしょこれこの持ち方自体がねその人の。だから指摘させていただきましたけれどもでもこうやって持っても上から押さえなければいいんじゃないの そういう人もいますけれども、うん、あのグリップ引っ張り合いますからね上から押さえなくても引っ張り合ってる力っていうのはちょっとこの辺からこう入りますから多少上から入ってくることになるんですねでそういったこともその、まあ、ゴルフ歴が浅いんでしょうがないですね二十歳やなんかのプロがまだ10年ゴルフ始めてぐらいではそういったことは分かりませんから。 人に教えることはまあ無理なんです、ね、であのそういう未熟な人たちが人にこういうでたらめを教えてくるとこうやって自分が上から持ってて押さえちゃってるのに押さえちゃだめよとかね、えーまあ、自分のやってる間違いの受け入れ受け売りを動画で出しちゃうとあの口で言うだけだったらねあの大丈夫ですけどね。あのまあ 間違ってるそのものを振ってるんではレスになりませんのでねだからあのやっぱりそういうデタラメはあの控えた方がいいと思いますよねであの分かりますこれグリップは引き合って持つんですよあの上と両,両手がねそうするとねその時にはねアドレスってこう構えてますからあー 上からの力が多少入ることなんですねだから上から押さえちゃダメよっていうのは、まあ、こっちからこう押さえちゃダメよっていう意味なんであの向こうから手前に押さえちゃダメよで押さえちゃった結果その人はこうやって持ってたわけねはい意味わかりますでしょうかこうやって持ってればでそっちから力がかかりますよねだから最低垂直にななってないと こっちからの力だけで打,つ打てないですからねそれがあのたまのたへにのたにのミスショットになるんでしょうね <laughs> 以上あまりにレッスンこういうねだからでたらめレッスンはあの控えてくださいということですねまあ未熟な方がこういうでたらめレッスンされると世間の人がみんな間違って迷惑しちゃうわけねはい以上あまりにレッスンでした